俺はアントン。俺の名前はトム。最近結婚したばかりの会社員だ。妻のブランカとはとても仲が良く、俺は幸せな毎日を送っていた。おかえりなさい。今日もお疲れ様。夕食、あなたの好きなビーフシチューよ。ありがとう。今着替えてくるよ。仕事も順調で、家に帰れば優しいブランカが待っていてくれる。ああ、ブランカと結婚できてよかったな。ブランカのために仕事ももっと頑張るぞ。おいしい。このシチュー最高だよ。嬉しいわ。たくさん食べてね。そんなある日、ブランカ、実は明日から出張になったんだ。え、そうなの？ああ、急遽お客さんのところに行くことが決まってね。大変ね。俺は急な出張が決まり、5日間家を空けることになった。5日間いなくなるけど、家のことよろしくな。わかったわ。寂しいけど待ってるわね。帰ってきたら一緒に買い物行ったり、気になっていたレストランに食事に行きましょう。ああ、約束するよ。きっと5日間なんてあっという間ね。まだ結婚したばかりなのに、いきなり5日も家を空けるなんてついてないなと俺は思った。毎日ブランカと一緒に過ごしたいのに。仕事を応援してくれるブランカを見て、早く帰ってきてまた一緒に過ごそうと思った。帰ってきたら2人でゆっくり好きなことをして過ごすぞ。そして出張当日、俺は5日間家を留守にすることに備えて監視カメラを用意していた。ブランカが一人になるのは初めてだからな。念には念を入れて。あら、かわいいぬいぐるみ、どうしたの？これはぬいぐるみの形の監視カメラなんだ。監視カメラ？わざわざ買ったの？ああ、留守の間が心配でね。こうやって部屋に置いておけば安心だから。トムったら心配しすぎよ。そう言ってブランカは笑っていたが、俺は何かあった時のためと説得してリビングの棚の上に監視カメラを置いた。もう、私子供じゃないのよ。いいんだ。何か起きた時のための用心なんだから。君にもしものことがあったら心配だからさ。わかったわ。気遣ってくれてありがとう。戻ってきたらまたカメラを外せばいい。俺はそう思って出張に出かけた。それじゃあ行ってくるよ。行ってらっしゃい。帰りを待ってるわね。トムってば本当に大げさなんだから。でも私のことを大事にしてくれてる証拠ね。そんな俺の大事なブランカに悲劇が襲った。え、誰？なんでどうやって家に？5日間の出張は長く感じた。早く家に帰りたいな。ブランカはどうしてるかな。一人でホテルに泊まっている夜は決まってブランカを思い出した。そうしてようやく出張が終わり、俺は帰り道を急いでいた。やっと終わったぞ。ブランカ、今帰るから待っててくれよ。ブランカの好きなお土産も買い、俺はワクワクしながら歩いていた。話したいことがたくさんあるな。何から話そう。しかし家が見えてくると、普段とは少し様子が違うことに気づいた。なんだあの人だかりは。え、まさか俺の家か。近づいてみると、俺の家の前に警察官と見物の人たちが群がっていた。玄関のドアは開いていて、警察が出入りしている。なんでうちに警察が。俺は慌てて家に駆け寄った。ちょっと捜査中ですので勝手に入らないでください。この家で何かあったんですか？俺はこの家の者です。旦那さんでいらっしゃいますか？何があったんですか？それが。俺は警察官に案内されてリビングに入った。そこで見たものはあまりにも悲惨な光景だった。ブランカ！ブランカ！なんでだよ！なんでこんな目に！俺は変わり果てた姿のブランカを見てパニック状態になってしまった。そんな俺を警察官が落ち着かせてくれ、事情を説明してくれた。旦那さん、お気の毒ですが、男が侵入して奥さんをひどい目に遭わせ、抵抗した末このようなことになったと思われます。形跡などから推測するに、おそらくそうでしょう。そんな。俺は話を聞いてもまだ信じられなかった。つい5日前までは元気に話したり笑ったりしていたブランカがいないなんて。犯人はまだ逃走中です。全力で逮捕に向けて捜査を進めますので。そうですか。そこからの数日間を俺はどう過ごしたのか覚えていない。ブランカを手厚く見送って、話をする必要があれば警察に行き、ただ実感もないまま生きていた。ブランカ、話したいことがたくさんあったのに。
2週間ほどが瞬く間に過ぎ、俺はやっとブランカを失った現実と向き合った。そして現在も捕まっていない犯人のことを強く憎み始めた。よくも俺の大事なブランカを。そして俺はふと思い出した。そうだ、監視カメラだ。あの中に何か証拠が映っているかも。俺は確かめるのが怖かったが、勇気を出して映像を再生した。するとそこにはブランカ。え、誰？いやだな、俺のこと知ってるだろ。知らないわよ、あなたのことなんか。あんたが買い物に出かけるときにいつも目が合うじゃん。それに毎日電話もしてるのに、なんで出てくれないんだよ。電話？あの毎日非通知でかけてきたのは。そう、俺だよ。あんたのこと毎日ずっと見てきたんだ。犯人の男の話では、ブランカはずっと男につきまとわれており、毎日無言電話も受けていたようだった。そして男はブランカが家に一人でいるタイミングを狙って家に侵入したようだ。ブランカ、なんてことだ。もっと早くこいつの存在に気づいていたら。そこからの映像はとても見ていられなかった。俺は思わず顔を背けたが、映像が急に静かになると、ブランカは息も絶え絶えなのに監視カメラの方に顔を向けた。トム、本当にごめんね。あなたのこと大好きだった。そう言ってブランカは息を引き取った。ブランカ、ブランカ。俺はブランカを失った悲しみと犯人への怒りで気が狂いそうになった。そして俺は決意した。絶対に犯人を捕まえてやる。俺たちの幸せを奪ったやつをこのままにしておけるか。俺は犯人の身元を調べるためブランカの着信履歴を調べた。毎日電話が来てたって言ってたな。これか。確かにブランカのスマホには毎日非通知からの着信があった。この着信元、どうにかして特定できないだろうか。俺は悩んで友人に相談すると、アントン株式会社という便利屋を紹介してくれた。町の人のあらゆる相談に乗ってくれるらしい。俺は早速依頼をしに出かけた。ブランカ、君の無念は俺が必ず晴らすからな。事務所ではアントンさんとアレックスさんが出迎えてくれた。実は妻がストーカー被害に遭っていて困ってるんです。ストーカーですか？それは心配ですね。毎日非通知で電話がかかってくるのですが、この着信元って調べられますか？すると一緒に聞いていたアレックスさんがすぐに対応してくれた。ええ、できますよ。ちょっとスマホをお借りしてもいいですか？はい。アレックスさんはパソコンを取り出し素早く作業を始めた。俺はその手際の良さに感心した。大したものだ。わかりましたよ、この番号です。ありがとうございます、助かります。この番号を警察に渡せばきっと解決すると思います。そうですね。俺は先ほどのアレックスさんの作業を見ていてひらめいた。このまま情報を警察に差し出してもいいが、それじゃあ気が収まらないな。もっと犯人は苦しむべきだろう。そこで俺はアレックスさんにさりげなく聞いてみることにした。あの、さっきの作業本当にお見事ですね。いや、そんな大したことないですよ。ひょっとしてハッキングとかもできるんですか？え、まあ。アレックスさんは目の前に広げていたパソコンを取り出し、ここをこうしてこうするとできたりします。まあ悪用はしないですけどね。ですよね。なるほど、こうするとハッキングも可能なのか。アレックスさんからヒントを得た俺はその後自分で試行錯誤し、ついに犯人のスマホにハッキングすることに成功した。やったぞ、あいつの考えていることが全部見える。俺はそれから犯人に揺さぶりをかけた。この間の女は簡単だったな。新しいターゲットを探すか。あ、メールが来た。あ、なんだ、画面が勝手に文字が増えてく。え、何、お前がやったんだろ。犯人がスマホをいじっている時にメール画面を立ち上げて勝手に文字を打ったり、非通知の電話をかけまくったりした。また非通知かよ、なんだよ。俺は毎日毎日これらを繰り返し犯人を精神的に追い詰める作戦に出た。
気のせいだ。スマホ変えりゃ収まるかも。犯人の男も最初はそれほど気にしていないようだったが。ああ、またメールが来た。あなたを許さない。ずっとずっとここから見てる。うわあ！ひょっとしてあの時の奥さんが、まさかな。犯人は毎日続くスマホの異変に追い詰められ、だんだんブランカにした行為を後ろめたく感じるようになってきた。許して、許してください。もうメールも電話もやめて。もっと苦しめ。俺とブランカはその何千倍も苦しい思いをしたんだぞ。俺は犯人が捕まる前にせめて苦しんで捕まってほしいと思っていた。数ヶ月後、犯人の男は精神的におかしくなってしまっていた。もうダメだ。男はフラフラと警察に入っていき、俺がやりました、早く逮捕してください、出ないと。うわー。こうして男はブランカを襲った犯人だと自称して逮捕された。たった今入ったニュースです。先日、俺はニュースで犯人が自首して捕まったことを知った。そうか、捕まったか、やった。結局自首したのか。俺の思想ではもう少し犯人のスマホに嫌がらせをしてから警察に突き出そうと思ったので、自首をしたのは意外だった。容疑者は意味のわからない証言を繰り返しており、犯人は相当精神的に病んでいる様子だと分かった。俺はそれを知って少しだけ気が晴れた。犯人が捕まっても愛する妻が戻ってくるわけではない。しかしブランカ、犯人が苦しんで捕まったよ。俺は心の中でブランカに報告した。俺もずっと君を愛してる。そしてブランカをこれからも思い続けることを心に誓ったのだった。今日も見てくれてありがとう。君が見てくれて俺は嬉しいぞ。あ、アントンさん、チャンネル登録もうしました？おう、もちろんだ。さすが、みんなもチャンネル登録と高評価よろしくね。